ミコ。これは私の祖母が実際に体験した話です。幼い頃に母から聞かされた時は、背筋がゾッとしたのを覚えています。前置きですが、当時祖父と祖母は別々の寝室で寝ておりました。ある日の朝、祖母が祖父に、最近変な夢を見る、と打ち明けたそうです。祖父がどんな夢かと尋ねると、寝ていると何人かの人に髪の毛を踏まれる、と言います。そしてその足は、祖母の体をかたどるようにして、ぴったりとくっつきながら歩くのだそうです。またその中の何人かは頭周辺にとどまり、必要に髪の毛を踏むため、痛さは感じないものの、非常に不愉快な気分になるのだそうです。君の悪い話だと思いながらも、祖父は、所詮夢だ。あまり気にするな。疲れているんだろう。と祖母の日頃の疲れを気遣う言葉を言ったのみ、その後は特に耳を傾けなかったそうです。そうして何日か経ったある日、祖母が真剣な顔をして祖父に言いました。どうも夢ではない気がする。祖父は、まだ言っているのか、と内心興味は薄かったものの、祖母の真剣な顔を見て、どうしてそう思うんだ、と尋ねました。すると祖母は話し出したそうです。この前話した話には続きがあってね、髪の毛を足に踏まれるっていう話、あれだけじゃないんですよ。あれだけじゃないって。実はね、髪の毛を踏まれた後に、必ず部屋の押し入れの襖が開くんです。スーって。ほう。そしたら、上から降ってくるんですよ。バサって。降る？降るって何がだ？巫女さんですよ。祖父は正直、驚いて黙ってしまったらしいです。巫女さんが降ってくるなんて話、いくらなんでも夢としか考えられなかったからです。それなのに、それを夢ではない気がすると真剣に話す祖母を見て、すぐに心配する気持ちになったと言います。ノイローゼにでもなってしまったのではないかと本気で思ったそうです。そんな祖父の気持ちを察してか、祖母は。私はおかしくなってなんかいませんよ。ちゃんと現実かどうか確かめましたから。というのです。祖母の話によると、押し入れの襖が開くと、上から巫女さんが降ってくるのだそうです。そして暗闇の中、長い黒髪を振りほどいて、上下に激しく振るらしいのです。あまりに激しく振るため、静まり返った部屋の中には、ゆさゆさと髪の毛が揺れ動く音が不気味に響き、顔を見て取ろうにも、大量の長い髪の毛と激しい揺れ。もちろん暗闇のせいもあり、男女の区別すらつかないほどなのだとか。ただ巫女さんが着るような白に赤の袴姿をしていることから、女の人なんだろうな、と思ったそうです。はじめは夢だと思っていた祖母も、何日も同じような光景を見ることに疑問を感じるようになり、ある行動をとります。巫女さんの降ってくる押し入れの襖をぴったりと締め切り、その際に紙切れを一枚挟みます。自分の寝ている間に誰かが襖を開け閉めすれば、この紙切れは
当然床に落ちるはずです。そしてもう一つ、この夢のことを話したある友達に、騙されたと思って持っておきなさいと言われて手渡されたお守りを枕元に置いて眠ることにしました。そして眠りについた頃、祖母はあの不気味な音で目を覚ますことになります。ゆさゆさ、ゆさゆさ。ああ、やっぱり来た。そう思って押し入れの方を見ると、そこには巫女さんがおり、いつものように髪を振り乱しているのです。何をされるわけでもないのですが、その瞬間から無性に恐怖を感じた祖母は、手と手を合わせ必死に謝ったんだそうです。何に謝ったんだと突っ込むところなのかもしれませんが、同じ状況を想像したら、祖母の取った行動はごく自然なのかもしれないとも思いました。そうしている間に祖母はそのまま気を失い、定かではないようですが、記憶がないそうです。いつものように目覚めを迎えたそうです。押し入れの襖に挟んでおいた紙切れですが、黄色く風化したようになってそこにあったそうです。開け閉めした形跡はないけれど、まるで何年も昔の紙のようになっていたようで、この方が気味が悪いわよね、と言って、祖父に見せたらしいです。また祖母が最も気持ち悪いと話すのはお守りの効果でした。お守りを枕元に置いて寝た途端、体の周りを這い回る足の夢を見なくなった。もっと言えば、きっとその存在が周りから消えていたのだと。それはつまり霊的な何かで、その何かに友人からもらったお守りが効いているのだというのです。考えすぎとも捉えられますが、その時は祖母なりの必死な思いだったのでしょう。祖父もその話を聞き、あまり邪険にもしていられない、もしかしてもしかすると、ただことではないのかもしれないと思ったそうで、その夜、祖母と同じ部屋で寝ることにしたそうです。次の日、目覚めた祖父は、祖母に、全く同じ夢を見た、と言います。おそらく祖父の中では、まだ信じがたい思いがあり、それを夢だと言ったのですが、実際はひどく怯えていたようで、お守りをくれた友人に、二人で相談することにしました。すると話を聞いた祖母の友人は、お守りだけでは足りない。その足と巫女は全く別のものかもしれないから、ちゃんと見てもらった方がいい、というのです。この話を聞き、いよいよ怖くなった祖父と祖母は、友人の住めるお寺に行き、お祓いをしてもらうことになったそうなのですが、実際巫女は、人についているものではなかったそうで、押し入れから出てくるのであれば、そこに何か問題があるのではないか、という見解でした。問題の押し入れは、知り合いの大工さんに修築を頼んだものだったそうなのですが、今回の現象をお話しした上で、何か知らないかと質問したところ、顔を真っ青にして謝罪してきたそうです。話を聞いたところによると、押し入れの襖の枠の部分に使用された桜の木が、どうやら曰く好きなものだったようです。簡単にしか聞いていないのですが、どうやら昔、巫女さんが首吊り自殺をした木を、そのまま木材として使用していたようです。そういうリスクのある木材は、格安であるルートに出回ることがあるのだとか。知り合いということもあり、あちら側も非常に申し訳ないという態度だったことから、
この件に関しては穏便に解決に至ったそうです。費用の半分は返却してもらったそうですが。そして取り外した桜の木はお寺に持って行き、お祓いをしてもらったそうです。それからは何事もなく、今に至っております。巫女さんと足の関係は結局わからずじまいだったそうです。巫女さんが何かを伝えたかったのかもわかりません。